オルフェーブル第91回外戦門賞とは2012年10月7日にフランスのロンシャイ競馬場において芝2400メートルで行われた競馬の競争である。日本から前年のクラシック三冠馬であるオルフェーブルが挑戦したが2着に赤敗した。前年にクラシック三冠を達成したオルフェーブルの管理、上教師である池江康子は 菊花賞に勝利した後に、目標は、僕の夢である、凱旋門賞ですと発言している。また、その後有馬記念に勝利した際には、ドバイへの遠征も視野に入れたコメントを残している。しかし、当年の阪神大賞典でコースを一掃して2着に、敗れ、続く、天皇賞でも見せ場なく11着に惨敗すると、今の状況で、欧州遠征のプランは掲げられないと大きく。 トーンダウンにした。排水の陣で挑んだ宝塚記念では、7割程度の出来と言われながらも2着に2馬身をつけて勝利し、復活をアピール、外戦門省挑戦が正式に決定された。また、騎手はデビュー以来手綱を取り続けてきた池添健一に代わり、クリストフスミヨンが起用されることとなった。フランスへの遠征では、前哨戦としてフォア賞に出走した。 五島でのレースとなったが、G1 を参照していたミアンドルラを退けて優勝。直後には、ブックメーカーのオッズで一番人気に押されるなど、大きな注目を集めるようになった。前年の外線門賞優勝馬である、デインドリームは、外線門賞の直後にジャパンカップに挑戦したが6着に、敗退。この年は、地元、ドイツの g に競争を勝利した後にサンクルー大賞で4着。 そこからは、キング・ジョージ・ロクセイ・クイーン・エリザベス・ステークス、バーデン大賞と連勝を飾っていた。前年の2着馬のシャレータも、同じく、ジャパンカップに挑戦し7着。この年は、フランスの G3 競争、G2 競争、G1 競争と前線をするも勝ちきれないレースが、続いたが、秋になり、ヨークシャー・ウォークス、ベルメイ・ユ勝賞と連勝した。前年3着のスノー・アリーは、 イギリスチャンピオンステークス三着の後に日本に遠征しエリザベス女王杯に連覇を達成。この年はアイルランドチャンピオンステークスで優勝した。しかし直前になってこれらの有力馬に回避が相次いだ。スノーフェアリーが故障によりデインドリームがドイツで発生した馬伝染性貧血による移動制限により出走を断念。また前年のキングジョージ六世 クイーンエリザベスステークス優勝馬で、当年も、花さ2着に抗争していたナサニエルが熱発により、回避することとなった。これにより、コバでは、シャレータや、当年のキング・ジョージ六世クイーンエリザベスステークス5着のシー・ムーンらが、実績上位馬として出走することとなった。一方、三歳馬は、セントレジャーステークスで敗れイギリスクラシック三冠を、逃したキャメロットが直前になって、 出走表明。それまでの主戦機種であるジョセフ・オブライエンは 56kg での起乗には減量が必要となるため、ランフランコデッドオーリが起乗することとなった。また、当年のジョッケクルブ賞優勝場で前哨戦のニエル賞にも優勝した、サオノはアイリッシュオークスカチウマのグレートヘブンズらも出走してきた。当年はペースメーカーとしてオルフェブル陣営がアベンティノを キャメロット陣営がアーネスト・ヘミングウェイとロビン・フットを登録した。横一線のスタートからマスター・ストロークが逃げ、ロビン・フットが2番手を追走する。日本から挑戦したオルフェーブルはバグン外側の後方に3番手を追走する。道中は大きな順位の変動はなく、淡々と流れていく。最後の直線でオルフェーブルが馬なりで大外からポジションを上げていき、 追い出されると勢いよく、先頭に立ち、さらに後続を突き放した。しかし、大外から内チ地際まで大きく揺れて失速。盛り返してきたソレミアが、ゴール直前でオルフェーブルを差し切り、優勝を飾った。一番人気に押されたキャメロットは7着、サオノワは見せ場なく15着に大敗した。結果については、レーシングポストホームページ及び月、月刊。 優春2012年11月号 P13 ページを参照。ありがとうございます。